こいつだね。弟だろ私の入ってどんだけだろ今3日目そこ行けませんちょっとこっち来てくれとか言ったらすいませんそこには行けませんってお前そんなん言っとったらクビだぞお前16日でお前エースクリスマスです。エースエースエース。視聴者の皆さん、今ね突然来て、後ろ見てすごい現場で、やばいでしょこれ。だいぶでかいよこれ。何作るの？物流倉庫だね。物流倉庫？こんなでけえ物流倉庫で。こんなでけえ。え？そんなに荷物置くとこある？だけどまだ10分の1ぐらいしか見えてない。マジ？いや俺向こうもさっき回ってきたんだわ。すごいね。これがあの視聴者の人見たことあるかもしれないですけど。成田一って僕は中学校が同級生ですで、ゆうたかは知ってるよね視聴者ちょこちょこ出てくるから最近出てくるとで、こいつだね名前自己紹介自己紹介しろよ自己紹介しろよこれ全部どこにつけてこないかこうやってつけてくるはい、名前なんつうの総一郎は総一郎どん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 もちろん覚えるじゃん視聴者からしたら急に知らん人誰こいつんだよでけえなでもいくつ80 84 4だいぶでは年何歳19 かわいいカメラ交代しちゃうのかなぜあーそうそうそういいねちょっと一回見ていいねいいねいいねちょっと並んで並んで視聴者の人は分かるからこれまさかのでも出たことあるからあるかあ、おちんとこね。お父さんが同級生なんですけど、俺の。みんな知ってるね、俺も知ってるの。娘と息子。息子。で、こう弟だろ私のね。なんだ、姉ちゃんがおんだろそうそうそう。なに、いなかったもんね。なんでその話になったのいや、だから、この前飯食っとる時に、学校辞めたみたいなね。で、ちょっと仕事立ってくれみたいな感じで、おちんが聞いて。やるって言ったら本当にやるって言ったのよ俺はもうそんな気ないと思ってたから連絡せんかったから連絡を待っとったって情報をたぎつけてこれはいかんないじゃあ俺にだって電話しきたもんどうしやいんだよ本当に使えばいいのかお前じゃあ行ってこするとか分かっとんの嘘つくなお前仕事なんてしたことないんだねあ右取りで上がれるのまあネット貼ってあるところか嫌だけど上がれよく見ちゃったよお前俺ら16回やっとんだぞ16、違う、もう俺らじゃない。なんでだねえよ。ネットもねえとこだぞ。俺ら本当にこういうとこネットもねえとこだよ。マジだろ。絶対。は絶対無理。安全帯もなしだぞ、俺。あるよ。俺ら。あるよ、知ってるよ。で、そんなの使ったら遅いじゃん。会話できんだって、こいつ本当に。は会話できんだ。できてる、できてる、大丈夫。そんな、お姉ちゃん、お姉ちゃん心配してる、大丈夫。お姉ちゃん、うるさい。本当になんか会話できんもん。イライラするもん、たぶん。入ってどんだけだろ。今3日目です。まだ今週からじゃなかったっけ今週あ、本当大変だろ1日ぐらいもないやろいや、まだ決めてない全然言ってきたらどれぐらいかな7000円ぐらいか8000円いや、もっとあげないいや、そう分からんじゃないその相場なんて18区だぞ相場分からんやろ言うて9000円私の時代とは違う俺は7000円だったよね7000円だよってけど1日500円そうそう、連れの会社だけどは2年か3年で働いて9000円ぐらいだよね。まあまあ半分ぐらい出張で。ね。相場分からんあ相場分からんぐらい。そう、やったら。確かにな。バイトもそんなまともにしたことないんだけど。でも鉄骨とかだったら、まあ、もう金にならんじゃん。足場とかってまだいいけど、鉄骨とかは、力はあるあこんな大学でないです。どう見てもない。身長でかいだけやから。使い方が下手なんですよ。そういうことっすね。足場なんかないよ、足場もいやいや、ある足場も一緒に組んでやってる足場組んでやってる鉄骨に足場組んでそれ上げてあ、ほんとああ、そういうことか、地組みしたいそう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 ほんとできんだろちゃんとまあ挨拶はい、おらっしゃーってやるの大きく出せるの大きく出せる他のやつが、多分あれしろ他のやつ言わへんけど、いいよ、お前俺の隣に座ってみとけって言ってたからね。めっちゃ優しいって、もう一回も怒ってない。そう、一元さんで入ってきたら、ちょっと、ああ、もう何や、お前やめてけとか言うけど、全然、すごい。お前、そんな厳しくしたらあかんがや、お前、つらいもんな。全然厳しくしてほしいです。してほしいよな。しばかれんと分からんね。舐めとるで、読みました。しかも、視聴者の皆さん、俺、一見突然今電話したんだよな。もう言うたら、そういや、ちょうど昼だと思って、近くおったもんね。
ちょ、いいとか呼んでみますよ。ゆうちゃん、ゆうちゃん。ちょ、もういいって、マジで。もういいって。じゃ、多分、俺だって YouTube 仕事なんだもん、とか言って。めっちゃ嫌そうにで言われてて。めっちゃ嫌そうに。どうやな、意気込み教えてくれよ。で、この3日間でもどんな感じか聞こう。ああ、そうだな。とりあえず。3日間どうだった？筋肉痛。今まで取ったことない筋肉使ったんじゃない？でもやめずにやれそうなの。うん、ずっと上手に1年どん、まあ、まずは目標はどんなゲームでしょう。まずは3ヶ月、はい、まあ、お母さんがはっきりしゃべんな、イライラしてはっきりしゃべんな、まあ、18区なんだよ、まあ、でも俺は16区ははきはきしとったから、でもお前がうちに来た時と同じ時だよ。はきがないんだって、はきがないもん、野球とめちゃくちゃいいで、言ってきたと声でけえだろ、頑張るぜとか言うだろって言うんだけど、人と喋るときマジでないからさ、何喋っとるかわからんもん。怖いとかでも喋るだろ、頑張るぜとか言って、玉広しわーとか言って、そんなガッツあるタイプじゃないじゃん。どっちかっていうランニング中パーンとか言わんの、そういうタイプじゃないでしょ。そう言わんの、うん、おー疲れー。最近会わんなお前、はい、最近会わんな、電話、この間電話ぶち切りやがってこいつ。ついてないっすよ。はっ、受けました。なんで、お前よりでかいもんな。だいぶでかいよな。めっちゃでかい。身長だけじゃない。ね、お前どこで入ってるの？ユタかんとね。ユタかんと。ほんと。で、一緒にコキ使うの？二人。一人一人コキ使うの？寝とった？はい、寝とった？寝てないっす。今。ぶっさぎな顔してるの？熱いっすよ。熱いっすよ。ぶっさぎな顔してるの？ほんとにお父さんめちゃくちゃイケメンだろ、お前。ぶっさぎ。久々に見たら衝撃が強いわ。ミッチーって感じだもんね、顔が。ボクサーみたいな顔してるもんな、お前。落ちの虫、これだぞ。何回か会ったことあるんですか？なんだって昨日迎えに行った時、あれですよね、落ちていましたよね。あ、家によろしくお願いします。逆に圧力がさあ、何チャリで行くよ、チャリで来いよ、近いぞ。いや大丈夫、迎えに行かさせて、射程に迎えに行かさせて、僕も迎えに来てもらってるんで。あ、俺ちょ、もう一言ぐらい、なんか何聞く？3日間ね、続きそうなの。何が一番いなかった？手の顔がボクサーみたいな。直視できないことか。この顔が直視できないことか。マジでボクサーだもん。これ言えたら強いよ、でも。いやいや、相変わらずできたらさ、やっぱ日本人離れしてるもんな、顔が。どれぐらいかついもんな、こいつ。その辺であったら絶対怖いよね、こんな髪型で。チューッて帰ってきたら、体格。まあまあいいしさ。だって大きいなと思うけど、ね、この筋肉量で、この高さだもんな。そう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 。まあまあごついよな。何がきつかったか聞いてよ。上に上がるの、上がるの怖い。ネット張ってるとこだろ、張ってあってもやっぱ怖いと。そこ行けませんよ。ちょっとこっち来てくれとか言ったら、すいません、そこには行けませんって。お前そんなん言っとったら首だぞ、お前。16日のこっち来てって一緒にやろうよって、あ、僕そっち行けないです。お前そんなん、お前舐めとるな、仕事やんぞ、お前。そんなん言いかんかったら怖い。死ぬ気で行けよ、お前。そんなうちもいいよ、うちやせえわ、安全体操な、うちろ。フラディア、ほんと突き落とされたぞ、マジで。ねえ、そういう時代だよね、ほんとね。でもどうなの、よう動いとんなって感じなのか、ちょっとまだまだかなとか。めっちゃ甘いなって。はい、甘えたの、俺が甘い、俺が、いや俺が甘い、みんなに。めちゃくちゃ厳しいっすよ。厳しいっすよ。厳しいっすよ。嘘。あ、おっさんの息子にはめちゃめちゃ厳しい。お前、それじゃかわいそうだよ、お前。ちゃんと厳しくしたれよ。なんだろうね。任すな、お前。何やればいいですか、とりあえず嘘はね。あ、すごいやろ。ミッチーさんじゃないですか。ミッチーさんの前じゃないですか。頑張らんかい。しっかりやりなよ。しっかりやらんかい。でもまずは何、3ヶ月続けることか、まあ、とりあえず頑張ってな。頑張りますっていう。毎年は、まあ、みんなこうやって一人前やって、みんな同じじゃない、でもスタートはな。全員だもんね。俺もそう、ガキがあるね。あ、いや、視聴者の皆さん、どんだけ使い回しようなのかって親子は動画に出させられれば、娘を働かされれば、息子もうちの知り合いとかで働かされるわね。もう使い回されちゃって、もうズルズルじゃん。びっくりですね。びっくりだな。はい、でもこれがまた兄弟っていうのがすごいけどな。はい、まあ、じゃあちょっと現場の昼休憩にちょっとね、突然お邪魔したんで、あまり長くなるとちょっと申し訳ないんでね。宣伝、一つ宣伝ですけど、足場の買い取りやってます。ぜひ、全国行ってますんで、買い取りお願いします。
イベント、あ、はい、ゴルフも言わないといけない。あ、ゴルフ、あ、ゴルフが3月19日、3月19日参加、ゆうたかさん参加しますか、こいつ最近なんか俺に上から目線で喋ってる。多分いけますよ。お前そんなの通るんかよ、お前。行きますか行きませんだろ。多分とかねえだろ、お前。行くんか行くんかって、どっちや、お前。ちょっと連絡します。はい。連絡します。3月19日。日曜日だよ。はい。3月19日、ゴルフやってますし、なんか登録すると今多分概要欄に貼ってあるんだね。そこにそうそう、いろんなイベント、名刺交換会とか、今ちょっと塗装屋の勉強会やろうかなと思ったんですけど、なんかそういうイベントとかの案内を送るために、はい、登録してくれたらいろいろ案内を送りますので、ぜひそちらの方も登録もよろしくお願いします。せーの、おだめねー。うわ、でかっ。すごい現場で働いてるな、あいつは。うわ、これはすごい。